ビースト村山プロデュースの最高級プロテインがついに登場しました。最高品質のホエイとカゼインを使ったタイムリリースタイプ、味はグッドマイリッチストロベリー。筋肉をつけたあなたは資産概要欄からぜひご購入ください。こんにちは、ビースト村山です。今回のテーマは増量開始2週間の現状報告です。どうぞよろしくお願いします。はい、今回のテーマなんですけども、増量ですね、オフの時期に入ってですね、早く2週間が経過しました。まあ、今週もですね、ちょっといろいろあったので、それを踏まえてですね、ちょっとお話ししていきたいと思います。まず私の増量計画なんですけども、週間ですね、200キロカロリーずつちょっと増やしていくっていうですね、増量計画を行っています。まあ、大会コンテストがですね、約71キロと思ったんですけども、コンテストの時ですね、70キロ切っていて 69.7 とか6ぐらいだったんですよね。でその後、まあ、バーっとね3日間食べまして 73.4 とか6ぐらいだったんですよね。でそこからですね、増量計画に入っていきまして、まず減量期っていうのはですね、1300キロカロリーだったんですね。まあ、1300キロカロリーっていうのは平均ですね、1100の時もあったし200の時もあったし、まあ、1400、1500の時もあったんですけども、だいたい1300キロカロリーでやっていました。で、増量のスタートがですね、トップビルダーの方からちょっとアドバイスをいただいて、まあ、減らしすぎると次の減量で、ちょっとね、また落ちなくなってしまいますので、しっかりと増やすんだけども、丁寧に増やしていきましょうということで、この計画が始まりました。そしてですね、スタートが2000キロカロリーで、今週は2200キロカロリーという中だったんですけども、ちょっとですね、事前にお約束していた、ものがあったので食事会に行きました。まずですね、あれは何曜日だったかな、木曜日ですね、木曜日がですね、お寿司を食べに行ったんですけども、まあ、ここもですねしっかり食べたっていうか、まず寿司をですね、45貫ぐらいかな、45貫ぐらい、その刺身、つまみ、まあ、天ぷらもですね少し食べちゃいましたね。まあ、あとビール1杯、ハイボール1杯、レモンサワー1杯って感じで、久々にですね、お酒もちょっと飲みまして、そういった感じで、がっちりですね、食べさせていただいたんですけども、まあ、案の定ですね、金曜日の朝がですね、74.9kg でした。あ、ごめんなさい、ちなみにですね、木曜日の朝は 73.4kg でした。まあ、当然のごとくですね、1.5kg がちょっと増えた感じだったんですよね。そして、その日の金曜日の夜だったんですけども、うちで行っているダイエットセミナーと、まあ、焼肉を食べる会みたいなのをやってるんですけども、まあ、そちらの方ですね、まあ、コントロールするつもりで行ったんですけど、まあ、こちらもですね、我慢できず、もう自分に負けました。焼肉をですね、もうお腹いっぱい食べたんですよ。で、正直ね、うわ、終わったと思ったんですよね。やってしまったなみたいな感じで思ったんですけども、翌日土曜日の体重がですね 73.0、まさかのちょっと落ちたんですよね。まあ、これはですね、前回のビデオでももうお話ししてるんですけども、まあ、増量期でもチーティング、チートですね、チートデーと同じような作用が起きたと考えられます。ですのでずっと2200キロカロリー、まあ、2000キロカロリーから今週は2200だったんですけども、その中でカロリーを取ったことによって一時期にですね、体重がむくみやら、まあ、便秘解消やらっていう感じでしっかり落ちたことによって 73.0 になりました。でここで終わればよかったんですけども、もう一つですね、打ち合わせで、ラムしゃぶ食べに行くことになっていて、まあ、そこもですね、一応カロリー計算はしていたんですよね。朝昼はある程度抑えて、炭水化物量を見積もりもぐっと抑えてですね、臨んだんですけども、まあ、ここでもしっかり食べてですね、なんかコースっていうかセットおにぎりついてきたり中華麺ついてきたりっていうのも、まあ、そこそこ食べてっていう感じで、で久々にケーキも食べたんですよね。これ、帰りにコンビニで買っちゃったんですよ。でそれを食べて、うん、どうかなと思ったんですけども、今朝ですね 73.0 で変わらず迎えることができました。良かったです。安心しました。いや、なんかすごい不思議ですよね。私がですね、1300キロカロリー、まあ、平均1300キロカロリーまで落とした理由としては、まあ、2000キロカロリーぐらいだと全然落ちなかったんですよね、いくら頑張っても。で、落ちない中で、7月からですね、ちょっと
自分流にガクッとカロリーを落としてやっていったんですけども、まあ、そこからですね7キロぐらい、2ヶ月半ぐらいで落ちたんですけども、今はですねその時よりも多いカロリーで、まあ、しっかり体重が落ちてるんですよね。だからそれが本当に人間の体って不思議だなと思ってたんですよね。やっぱり私のような太りやすい人間っていうのは、まあ、ある意味いい意味でも悪い意味でも体重が停滞しやすいんですよね。だから今現在ですね、言っても2000から2200キロカロリーぐらいなんですよ、平均が。まあ、ちょっとね今週は食べてしまった部分があるんですけども、ですので、まあ、推測ですけども私の体重がやはりそこで停滞してるんだと思うんですよね。だから増えない。まあ、こういうのはもしかしたら私にとっては一番合っているのかもしれないですね。減量期の停滞ではなくて増量期の停滞ですね。そうすればカロリーとってもどんどん体重が増えずに、まあ、維持できるという形になっていくんじゃないかなとは思っています。で、今日はですね、通常通りですのでまだ、全部食べてないんですけれども、だいたい1700キロカロリーぐらい食べてますのでね。あとはですね、仕事終了後におそらく11時12時ぐらいになると思うんですけども、500キロカロリーほど食べて、今日1日が、2200弱、まあ、計算上は2177キロカロリーなんですけども、まあ、そのぐらいで終えるんじゃないかなと思います。いやー本当にですね、まあ、いい増量ができてんじゃないかなと思います。で、ちなみに今日はですね肩のトレーニングをやったんですけども、まあ、肩もですね減量に伴い若干ですけどね、若干落ちていたんですけども、今日パワーはちょっと戻ってましたね。しっかりと踏ん張れていいトレーニングができていました。ですので、この調子でいけば、体重はですね、低いまんま、扱う重量を重くっていう形で、質のいいカットですね。まあ、カットって言っているのがあれですけども、質のいい筋肉をですね、作り上げることができるんじゃないかなと思います。まあ、食事はですね、まあ、こうやってたまにですよね、こうやってたまに自分が食べたいものを食べたりとか、しているんで、案外ストレスは少なくてですね、というよりも食べることの罪悪感の方が正直ちょっと多かったんですよね。やっぱ3日続くのは精神的にかなりきつかったですね。まあ1日やったら、まあ、1日ぐらいいいかなと思うんですけども、3日間どう抑えるかっていうあれはですね、なんかもう私だったら精神衛生上良くないですよね。なんかこう吹っ切れきれなかったっていうか、そうですね。だから本当に安定的に自分で作ったご飯をね、家で作ったご飯をしっかり食べていく方が、なんか気持ち的にすごく楽ですよね。で、その中で計画的にこの期間は少し食べるぞとか、もう決まってればあれなんですけども、やっぱ連続はなんかちょっと嫌ですね。なんか少し開けたいと思います。まあ、これ以降もですね、ちょこちょこはこの時期どうしても入ってきてしまうんですけども、まあ、基本的なですね、基本的な食事はですね、まだ2200キロカロリーなので、まずそこをしっかりキープして、まあ、次週にですね、臨んでいきたいと思います。まあ、ありがたいことにですね、こういったビデオを撮ることによって、皆さんに見ていただいているので、まあ、自分自身、戒めになるところもあって、すごくですね、いい状態ができているんじゃないかなと思います。だから、ある意味レコーディングダイエットですよね。こうやって公開することによって、自分で戒めるっていう感じになっているので、まあ、もしですね、同じように悩んでいる方なんかは、こうやって、まあ、別に、こうやって YouTube に上げるとかではなくて、やっぱりノートに書いたりとか、常日頃体重計に乗るっていうのがいいことじゃないかなと思います。まあ、今回行っていて思うのが、まあ、増量期っていうのはですね、今まで結構ガツガツ食べてたんですよね。まあ、体重かける3倍以上のタンパク質をとって、で炭水化物もしっかりとってで、脂質はあんまり取らないようにはしてましたけど、まあ、別にたまにです。たまにっていうか、まあ、家の仕事帰りにですね、ちょっとこうファミチキ食ったりみたいな。まあ、そういうことはたまにはあったんですけれども、今回違うのは本当にそういう欲求が少ないっていうことですよね。っていうか、油物が年のせいなんですかね。あんまり多分美味しくなくなってきちゃったんですよね。だから赤身肉の方がまあ食べやすいですし、揚げ物もファミチキもさっき言ったんですけども、正直一口二口食べたら結構満足ですよね。だから今回寿司食べに行って、まあ、天ぷら食べた時にキノコの天ぷら4種盛りみたいな珍しいキノコだったんですけども、まあ、1個食べたら結構なんかもういいかなみたいな感じなんですよね。で、お寿司っていうのは炭水化物とタンパク質じゃないですか。だから私すごく好きなんですよ。もう本当に変なし毎日寿司でもいいなと思うぐらい好きなんですけども、やっぱ油が多いものを本当に好まなくなったんですよね。ラーメンもめちゃくちゃ食べたいなと思ったんですけども、1回食べたらなんかもういいやってなっちゃいましたし、まあ、ケンタッキーもですね、大会チョコを食べて、まあ、美味しかったです。すっごい美味しいんですけども、
でも今食べたいかっていうと、いや今はいいかなみたいな。正直まあチキンでいいですね。チキンとか魚とか、あと牛の赤身食べてる時がやっぱ美味しいですよね。まあよくねリーンバルクとは言うんですけども、あのリーンバルクが適してるのはもしかしたらまあ私のようにね太りやすい人はいいのかもしれません。ただですね、痩せ型の体質の人がこれをずっと続けていっても、なかなか目に見えた、あのバルクアップはできないと思いますので、そういった方はですね、あの私と違って、まあ、時にはジャンクも入れながらですね、カロリーを増やして、しっかり体重を増やしていった方が、まあ、効果的だなと、私は個人的には思っています。まあ、オフとオンっていうので、オフの時は体重を増やすっていう意識があるんですけども、オフっていうのはあくまでも体感がない期間のことをオフっていうので、まあ、何でもかんでもやってもいいっていうわけではないんですよね。で、私はですね、もともとお酒もすごく飲みますし、あの、決して弱くない方だと思うんですけども、なんか、必然的っていうのはおかしいな。なんでですかね、自然にお酒を抑える習慣がもうできてるので、美味しいんですよね。大好きなんですけども、なんかやっぱ飲む量減っちゃいましたね。まあ、寿司の時も飲んだし、あ、ごめんなさい、ラム肉食べた時もですね、あの、2杯ビール飲んだんですけども、まあ、ビール私好きなんで、あれなんですが、まあ、でも最終的にやっぱウーロン茶に落ち着きましたもんね。もういいかな、みたいな2杯飲んだら、十分満足したな、みたいな。まあ、むしろ、あの、甘くない炭酸が飲みたくてビール飲んでるようなところもあるので、まあ、そういった感じで、あの、ダイエットっていうのはですね、まあ、コンテストのためにもちろん私はやってるんですけども、まあ、本当にいい体質改善になっているなと思っています。ですので、変に体調を崩すこともないので、まあ、まだですね、たった2週間なんで、これを継続するっていうことは本当に大変なんですけども、引き続きですね、このいい増量計画を続けて、まあ、来期にですね、繋いでいければいいかなと思います。今回はですね、オフの時期に入って2週間目のご報告でした。私のこのビデオでは、栄養、トレーニング、食事、まあ、こういった情報をですね、公開しております。もしこの動画面白いと思ったり、もっと見てみたいと思った方はですね、ぜひチャンネル登録と、そしてグッドボタン、お願いします。今回もありがとうございました。